佐藤エリーさん原田君成さん当選おめでとうございまーす <laughs> はいほんとビールにしたかったんですけどもうコーラにコーラで我慢しますねはいはいおいしいですねはいあの N 国党のあの上尾市まあ上尾しっていう埼玉県の上尾しの上尾市議会選挙であの 佐藤エリーさんですね、まあ、この方は確かあのニコ生の人だったかなちょっと忘れたんですけどあのなんかエビピラフっていう名前で活動してた方なんですねまあその方があのなんか N 国党でなんかまあ,あの参議院選挙にもあの出てたんですけどね、はい、この佐藤エリーさんね佐藤エリーさんがなんかなんと上尾市議会議員選挙でなんとはい 当選したっていうことで、はい、まあ当選するとはちょっと思ってたんですけどねはい <laughs> やっぱり当選ね良よかったですね佐藤さんはいまああとちなみにですねは原田公成さんはあの埼玉県の朝霞市っていう市があるんですけどね朝霞、まあ、市議会議員選挙であの当選したということでしかも2人ですよはい。 いやーこれはまあね一人受かってもう一人が落選するっていうのは結構あったんですけどはいなんと二人ですからねすごいですよねうんほんとよかったなって本当に思いましたよはいまあね佐藤恵里さんの方はなんか最近なんかグラビアのなんか写真集ですか <laughs> あれもなんか出してるみたいで <laughs> はいまあよかったなって思いましたねなんかそれのやっ買ってみようかなって <laughs> ちょっと思いましたねあのエリーさん佐藤エリーさんのグラビアの写真集ねはい <laughs> 買ってみようかなって思いましたけどやっぱそれがあってまあ当然それのほそれが理由で当選したってわけではないと思うんですけどなんかねいろいろなんかやっぱ やってたみたいですからね佐藤恵里さんはいまあね <laughs>、はいまあ、2人本当に当選して本当に本当に良かったと思いま,す、ねはい、<laughs> まあなんですけどねというわけで今回の話はですねあの N 国党の NHK から国民を守る党の,あの佐藤恵里さんと原田君成さんが当選したことについてのお話でしたご視聴ありがとうございましたでは失礼します